ドリーム1号艇甲賀充選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、まずは今節引いたモーターですけれども、全権では感触いかがでしたか？そうですね、ちょっと乗る前に切れ希望灯を見たらちょっと気になるところあって、まあそれで乗ったらやっぱちょっとそういうところは気になったので、まあちょっと本体も含めて全権で一応一通り作業しました。うん、早速もう整備に。そうですね、はい。どこが良くなればいいなというのはありますか？ちょっと足合わせした時にターンのところで握ったらもう全然離れちゃったんで、前に行ってないというか握った反応が鈍かったので、はい、そこが改善できればなと。ではそのスタートの昨日の特訓ではちょっとまだ。そうですね、やっぱ起こしも鈍かったので、うん、思ったほど行ってないという感じですね。甲賀選手はここまで半年過ぎましたが、はい、今年の流れというのはいかがでしょうか？いや、特に大きなこともないので、なんかもう無難な走りで、あまり本人としては面白くないです。じゃあちょっとリズムに乗せていきたいですね。そうですね、はい、はい。ではゲストの皆様に一言お願いします。桐生まだ初優勝したことないので今節決めれるよう一生懸命頑張ります。応援お願いします。2号艇和田健介選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、和田選手、全権タイムは結構高タイムが出ていましたけれども、はい、感触いかがでしたか？そうですね、そのままでも乗ったんですけど、前走者の、はい、中野次郎さんがしっかりと、仕上げてくれてたと思うので、はい、ただまあちょっと僕は伸び型にしたいのでちょっとそっちに寄せて、またでもまあ内寄りになった時にはしっかりまた戻そうと思います。うん、はい。まあ、今日ドリーム1回2号艇ですけれども、やはり伸びは求めていきますか？一旦これで戦ってみたいなっていう気持ちはあるんですけど、はい、まあ、12レース1回なので、まあ、その中でもしかしたら戻すかもしれないですし、まあ、展示タイム見とってもらいたいです。あ、分かりました。はい、また桐生は前回優勝されてますけれども、はい、イメージというのはいかがでしょうか？そうですね、そのやっぱイメージがあるので、その時はもう伸び方だったので、まあ、それをちょっと活かして、まあ、気温とかコンディションは全然違うんですけど、まあ、それの6月バージョンでいけたらいいなとは思ってます。それではドリームへ向けてゲストの皆様に一言お願いします。はい、せっかく選んでいただいたドリーム戦なのでしっかりと、結果出したいと思います。お願いします。3号艇塩田北斗選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、塩田選手が今節手にしたモーター72号機ですが、全権での感触というのはいかがでしたか？全くダメです。あ、そうなんですね。具体的にはどのあたりがっていうのはありますか？伸びなし、出足普通ない。はい。では、昨日からの調整作業というのはどういったことをされてますか？いや、もう今エンジンバラバラしてます。あ、なるほど。ちょっと大整備しないとまずいなという感じですか？まあ、大整備するかわかんないですけど、はい、なんかしないとこれは船券の対象にならないです。ドリーム戦へ向けてゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、戦える足に何とか仕上げます。4号艇海野幸四郎選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、前走時の下関では優勝してこられましたが、リズムはよく入られましたかね？そうですね、いいと思います。はい、はい。そして今節引いたモーターも、前回鈴木勝弘選手が輸出2着としているモーターなんですが、はい、前件では感触いかがでしたか？まあ普通かなと思ったんですけど、まあ、よくは分かってないですね。あ、なるほど。特訓でのスタートの見え方や届き具合などはいかがでした？そう、まあ、下関とかすごい早かったんで、そんな感じで言ったら桐生は全く届かないなっていう感じでしたね。うん、なるほど。まあ、前回鈴木選手がかなりこう、ね、整備されているんですけれども、はい、レースまではどういったことをしていこうかなという予定ですかね？いや、もう鈴木のかっちゃんが多分ペラも含めいろいろやってるんで尊重していきます。わかりました。海野選手としてはどこの足があればいいなという？伸びが欲しいです。あ、伸び、はい、はい、わかりました。それではドリームへ向けてゲストの皆様に一言お願いします。まずは初日からしっかり着は取っていきたいんで頑張ります。5号艇石倉陽子選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今節引かれましたモーターは2連打率 40% の数字となっていますが、全権などでの感触いかがでしたか？まだよくわかんないですけど、いいような気がします。あ、良さそうな感じがする。はい。それは、まあ、伸びが少しこう覗くとかそういった気配が、うん、ちょっと覗きそうな気がします。うん、乗り心地も問題なさそうですね。うん、悪くないと思います。引かれた状態からも調整はされたんですか？大きな調整しました。あ、もう大幅に調整して、はい、その状態で特訓などは行かれたんですか？はい、はい。ではこれをベースに今日は行けそうですか？の予定です。はい。うん、
昨日その特訓でのスタートの見え方などはいかがでしたか？まあ、いつも通りの見え方でした。はい、それではドリームへ向けて、興味を一言お願いします。はい、一生懸命走ります。応援してください。6号艇河野聡選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、本日引いた12号機なんですが、結構桐生での評判機ではあるんですけれども、全県では感触いかがでしたか？そうですね、伸びるみたいなことを聞いてたんですけど、そこまでかなって感じですかね。うん、悪くはないですかね。悪くはないと思いますけどね。はい、前傾はそのまま乗られたんですか？そうですね、まだ何もしてないです。ここからでは調整作業というのはどういったことを考えていますか？とりあえず一層行ってみようかなと思ってるんですけど。なるほど。まあ、ちょっとずつやっていこうかなと思ってます。昨日は乗り心地関係はいかがでしたか？ちょっと乗りづらかったですね。はい、ではそこも求めていきたい。そうですね、できれば良くしたいですね。それではゲストの皆様に最後に一言お願いします。はい、最後まで一生懸命走ります。